なんだこれ、娘巫女じゃないか。お、キブネさんです。梅のファイバーですね。あ、梅のファイバー、梅のファイバーは気になるが、天のルクプの方を気にしてほしい、欲しかった。スティンガーも出てきます。お、これ本誌は天のルクプルなんですね。問題はそのトゥーザビクトリー安城なんですよね。安城は小牧騎手ちょっと落ちるかな。さあルクプルはどうするか難しいな。まあこのままでいいや。あとはスティンガーも上のファイバー、シーピナクルあたりか。レース行きましょう。京都 G1 秋華賞芝 2000m、 トゥーザビクトリーが3冠をかけます。アバノルクプルも立ちふさがれるか。そうか、スティンガー、梅のファイバーらも出てまいります。秋の牝馬 G1 戦で、京都競馬場3歳牝馬による最後の大レース秋華賞。夏を経てその再起に磨きをかけた乙女たちが集いました。今年は牝馬三冠馬の誕生に注目が集まります。トゥーザビクトリー、快挙達成となるでしょうか。さあ最後は大外枠のブゼンキャンドル、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。各馬まずまずのスタート。さあ先行争い、ガイアウィーパー前に行きそうです。サルトリーヒート、それに続いています。さらにはトゥーザビクトリー、栗色のトゥーザビクトリー前に行く前ですが、この辺りで各馬結構先行争いが激しいな。メジロダルシミア並んで、足毛の馬体、サクララリア、その外にサイチエアデール、まあ、先頭には立ちました。その外からこれが後半どう影響するか。スティンガー、その隣にメジロウェイズ、アマノルクプル、前走に続いてここも連勝なるでしょうか。内からはアルプミーカクタス、その外にメジロパッサー、緑の帽子、イツコプロローグ、その後ろ内からは梅のファイバー並んで、18番ブゼンキャンドル、最後方にブロックワーク、 1000m を通過しました。少々スローペース、後方の馬は届くでしょうか。意外と先頭から最後方までおよそ10馬身、ツーザビクトリーマイペースに持ち込んでいる小牧騎手。ここでカーブに差し掛かりました。ここでトゥーザビクトリー先頭に変わりました。2番手はサイチエアデール、キシエンディア、3番手。さあトゥーザビクトリー、このまま逃げ切れるでしょうか。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はトゥーザビクトリー、4コーナーをカーブして、さあこれからです。そう、ルクプル来たぞ。残り 200m、 トゥーザビクトリー意地を、ルクプルと一騎打ちだ。どっちだ、ルクプルかわした。ルクプルだった。トゥーザビクトリー、トゥーザビクトリー見事に勝ちました。アマノルクプル、牝馬参加の夢絶たれました。アマノルクプルが秋華賞を制してウィニングランです。三冠阻止配合とかできないかな、ダイスシャワーとか。うわ、煽りですね、よしよしとみ先生。ひょっとしてトゥーザビクトリーが牝馬三冠を達成してがっかりしてます。どんな気持ち、そうしたのは複雑なお気持ちかもしれませんが、勝った馬を褒めてやってください。よしとみ先生、そうですね、初 G1 です。アマノルクプル、ガツン、なかなかお力がある。ファームドなんだ父、アマノルクプル。この吉富先生のさっきのコメントは切り抜かないとダメだな。